1分ラジオ第201回です。そろそろ冬コミじゃないですか。で、サークルで出る人たちはツイッターとかで名前の後に何日目何々とか書くじゃないですか。で、ブースの場所とか書くんですけども、書き方でいろいろあるよねっていう、何日目って書く人と何日ってその30日とか書く人と、あと何曜日って書く人いるんだけど、曜日で書かれると一瞬わかんなくなるよね。一回調べればわかるけども、でも何日目って書いてくれた方がわかりやすいな。ただ今年の冬コミってその曜日の関係上だけかな、大晦日はやらないんだよね。なので28、29、30と、それでちょっとみんな混乱してしまう感もあるのかな。とりあえず俺は一般ですけども3日目に多分行きます。1分ラジオ第202回です。今日は寒いですな。寒いというか天気とか気候とかの話ですけども、近頃天気予報がめっきりと当たらなくなりましたな。大まかだからしょうがないってのはあるんだけども、時たまものすごく裏切られることもあり、特にあれですね、それこそ大まかなあれなんですけども、今年は冷夏です、今年は暖冬ですとかっていうのは十中八九外れるじゃないですか。もうあれは本当信用ならないので、代わりに俺が天気予報をしようかなと。そうだね、明日の兵庫県は35度の猛暑です。で、午後6時から33分間雨が降るんで、傘を忘れずに。で、明日の、そうだな、小樽は快晴です。80度。お気をつけください。あくまで予報なんで、間違ってたら気象予報士の友人がいるんで聞いときます。1分ラジオ第203回です。今日はですね、大豆でできたシリアルの話とかしようと思ったんですけども、急遽告知事項がございます。一時ニコニコとかでめっちゃめちゃ流行ったデスフォレスト恐怖の森というゲームを覚えておりますでしょうか。なんとそちらの映画があるそうです。それの公開直前特番、ゲームアイドル&実況主が生出演ということで、私ズズさんとセピアさんと一緒にこちらの番組に出ます。他にもいろんな方が出るんですけども、ゲームアイドル&実況主って書いてあるんですけども、まあ、うちらはゲームアイドルってことだよね。おそらくアイドルとしての出演だと思うので、多分投げキスとかそういうファンサービスに勤めるのかなっていう、やっぱあのデスフォレストのあのお面でも被りながら投げキスとかすればいいのかなと思う所存です。1分ラジオ204回、第、なんか最初に台をつけるの忘れたから後から言ってみたけど、204回台みたいな元気っ子っぽくなっちゃうね。全然元気なテンションじゃないけど、ということで今日はこれから行ってきます。スタジオに行って恐怖の森のゲーム実況と映画実況をしてきます。セピアさんとズズさんと一緒に。俺の名前は番組ページにはちょっと今ね確認してみるけど、更新されてるかな。あー、まだだ俺の名前がまだない。現在17時7分、まだ名前がない昨日の4時ぐらいに決まったからね、俺の出演で。行ってきます。いや、ズズさんもねホラーゲームいっぱいやってるし、セピアさんもコーリングとかね、ホラーゲーム大好きだろうしね。うん、みんなで楽しくホラーにまみれてこようっと。ニヤニヤ。1分ラジオ第205回です。昨日はデスフォレスト恐怖の森ゲーム実況&映画実況お疲れ様でした。そして今日はまたニコニコ本社に行ってきます。池袋のニコニコ本社、ニコラジとかやってるあのニコ袋スタジオを使った丸投げでまたしてもお邪魔します。飛龍さんの枠でゲストとして参加させていただきます。飛龍さんが作ったデジタルゲーム、アナログゲーム、みんなでワイワイキャーキャー、どんちゃんズンズンベンベンやってきます。丸投げデーなので、あそこでまたとんでもないことをしてきます。前回はね、誰かがね鼻の穴にペンライトを刺し、そんなこともあった。そんな池袋、
放送でも見れるし、直接も見れるよ。1分ラジオ第206回です。明けましておめでとうございます。2015年、今年もよろしくお願いします。いやー、時が経つのは早いもんで、もう2015年とは、年明けちゃいましたね。ガキの使いとか見てないような気もするけど、年明けちゃいましたね。うんうん、そうだ、今年の抱負とか考えないとね。そうだな、朝ごはんをしっかり食べるとかどうかな。簡単なようで、これはすごく大事なことだからね。うん、みんなは2015年どういう風に過ごしていくのかな。今年もいい年にしたいね。ということで、2014年残り数日間も元気に頑張っていきましょう。それではまた明日。1分ラジオ第207回です。ハッピーバースデー、とある偉い人。そんな記念日ですけども、そんな祝日ですけども、いかがお過ごしでしょうか。12月といえばセプテンバーな時期ですね。12月なのに9月何を言っているんだと。いえいえ、9月のセプテンバーという曲の話ですよと。アースのセプテンバー、なぜこの時期に12月なのにセプテンバーというタイトルであんなにかかってるかというと、もともとあれはね、12月の曲だということをご存知でしょうか。12月に9月のことを覚えてるかい、思い出してごらんみたいな、そういうことを歌っている歌と。9月に俺たちのラブラブチュッチュは始まったね、よし12月になった、もっとチュッチュしようぜっていう、そんな感じの歌です。大体9月のことを思い出してニャンニャンとシコシコといろんなことをするっていう。さて皆さん、12月チュッチュしてますか。そろそろそんな時期じゃないですか。どうですかね。どうなんですか。1分ラジオ第208回、よーいどん。ほら、よーいどんですよ。皆さんどうしたんですか。よーいどんですってば。あ、俺がこう聞いてるから、俺のラジオが出てるからちょっと恥ずかしいと。ごめんごめん、じゃあこの1分間終わったら黙ってるからさ、あとはね、2人で、あ、でも2人じゃないかもしれないね、複数人っていう人もいるだろうしね。ここから6時間頑張ってくださいね。まあ6時間と言わず、その先も行っていただいて構いませんけども、どうですか、どうですか、この6時間、どんな6時間を過ごすんですか。この6時間、ハッピーな6時間、楽しんでくださいね皆さん。すいませんね、こんな、あの6時間が始まる最初の1分間にこんな動画を投稿しちゃって。ということで皆さん、明日に疲れを残さないよう楽しんでくださいね。1分ラジオ第209回です。今年もあるらしいですな、あの神番組、神放送。このラジオが投稿されている頃にはきっと始まっていることでしょう。暖炉の火を見つめるだけの、薪を燃やし続けるだけの、あの放送、あの番組最高だよな。ほんと素晴らしい。作業用にもなるし、見つめてね、癒しにもなるし、なんだっけ、 F 分の1揺らぎだっけ、炎とかにはそういうね、癒し効果とかあるんだよね。あとはダイオウグソクムシタンとかを見つめるだけの放送とか、ああいうのいいよね。なんかさ、北欧の景色だけを流す、そういう、なんだろう、癒し系番組みたいのをね、なんかケーブルテレビとかで見た時あるけど、ああいう系とかもやってほしいよね。ほんと落ち着ける放送、いい放送だと思います。1分ラジオ第210回です。さあ今日はクロスサマナー感謝祭、夜9時から行ってきます。行ってきてるよ。おそらくこれから俺は行ってくるはずさ。24時間の番組、さあ諸事情により今23日にラジオを取りだめしている。3日後に一体どうなっているかは俺にはわからない。番組自体どうなっているかもまだわからない。このラジオを撮っている時にはタイムテーブルとか、当日何時にどこに行けばいいかとか連絡は一切来ていない。さあ俺はどうなる。俺以外にもみんなどうなる。クロスサマナー感謝祭、クロスサマナーしてくるぞ。俺もプレイできるかな。
あとは空き時間に限定クエスト、メダルゲットできる限定クエストがあるんで、それをやりまくってようと思います。果たして休憩時間はあるだろうか。